ねえ、俺何もスピリッツつけてないから防御力も低いし。お、これは何それ、最後ジョーカージョーカージョーカー、うん、なんか落ちた今、落ちた、あ、あ、あ、バカ、お、おいおいおい、ふざけんな、おい、あ、は、え、怪盗やこいつ心の怪盗なんじゃなくてただの怪盗ですこいつ。上京とかもあるよ。ない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 、相手相手相手何も考えてない。おちょ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 で食う前、うん、え、浮き島来てる、え、あいつ何してんの、はい、いた、なんでやで、おかしいっておかしい、こいつら姉妹やからってって言うことなあかんことあるよな。でけえ、あ、これあれか、時間内に倒せたやつか、これ、そうか、やばい、ちょっと待って、これ何がどのキャラクターが最高効率、俺フィットル結構いい方やと思うんやけど、これ PT ファイヤー連打とかの方がいいんじゃない、むしろ PT ファイヤー連打の方がいいのか、これ PT ファイヤー、一回 PT ファイヤー連打やるか、あ、これや、絶対これや、絵面うるさすぎるけど、いやもう、いや、これするしかないのか、なんかあれやわ、自分の流儀に反するというか、もっと絶対美しい戦い方あったはずやのに、ええ、どういう状況これ、ワニに炎を打ってワニ溺れさせようとしてる図、何これ、いやいやいや、違う違う違う、思ってたんだ違うんやけど、俺が戻ってたんだ違う、俺そういう勝ち方したいわけじゃないんやけど、いや届かんか、やっちゃった、 22% って、そんなん こいつの空して一発で稼げるんやけど、このようにいやマジでぴったり 22% や、すげえ、え、君、え、こんなんバトルちゃうって、こんなんな、これ星ヒューマの特訓みたいになってるやん、もう俺星一徹か